こんにちは、藤田です。今回はビジネスでターゲットを振り向かせる方法についてお話したいと思います。人はですね、自分が意識している対象にのみ注意を向ける能力を持っています。この能力を利用するとですね、ターゲットに勝手に振り向いてもらうことができます。今日の動画でお伝えする内容です。騒がしい場所でも名前を呼ばれると気づける理由、なんちゃってでも効果のある絞り込み、本格的ターゲット絞り込みの手順という順番でお伝えしていきたいと思います。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてありますので、このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと後から探しやすいかと思います。最初に私のことをご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博士申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してから14年ほどフリーのコンサルタントとしてやってきております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、騒がしい場所でも名前呼ばれると気づける理由っていうことで、騒がしい場所でもですね、名前呼ばれると気づけるのはですね、選択的知覚能力というのを持っているのが理由です。カクテルパーティー効果という表現の方が聞いたことがある人が多いかもしれません。パーティー会場などの喧騒の中でもですね、話し相手の話だけを聞き取れることをですね、カクテルパーティー効果って言います。つまり自分が意識している対象にのみ注意を向ける能力ですね。これを選択的知覚能力と呼んでいます。例えばですね、騒がしい百貨店の喧騒でもですね、自分の名前がですね呼び出されるとですね、すぐに分かるのはこの能力によるものです。他にはですね、注意を向けていないニュース番組にですね、自分の名前とですね、同性の名前が出てくるとすぐに気づくのもこの効果です。はい、なんちゃってでも効果のある絞り込みっていうことで、マーケティングではですね、ターゲットの絞り込みをします。セールスの際はですね、この絞り込んだターゲットに明確に呼びかける必要があります。例えばこんな感じですね。持ち家にこだわる渋谷区にお住まいの50代男性といった感じです。このターゲットの絞り込みにはですね、手順があります。手順を踏まずにですね、適当に絞り込んだとしてもですね、全く絞り込まないでマーケティングをするよりはですね、効果があるんです。大半のビジネスはですね、アバウトすぎるターゲットを相手にしているので、コンセプトがですね、ぼやけてます。ですからなんちゃってであっても絞り込みをするとですね、アバウトよりはですね、何倍も効果があってですね、事実結果も出るということになります。はい、本格的ターゲット絞り込みの手順ということで、やっぱりですね、手順を踏んだ方がですね、高い効果が見込めるので、今回はその方法をご紹介したいと思います。手順としてはですね、まずセグメントを先にしてですね、それからターゲティングします。セグメントっていうのはですね、市場の細分化っていうんですけど、まあ、この小難しい話はやめてですね、例を出したいと思います。セグメント3つあります。1番、性別年齢、在住地域、世代、子どもの有無、学歴、職業、所得など。2番、場所、地名、気候、文化、都市稼働など。3番、価値観、信念、趣味、嗜好、悩み、目標など。こういう3種類ですね。順番に解説していきたいと思います。はい、一応ですね、デモグラフィック、人口統計学的属性と呼びます。この属性を使った細分化とターゲットはですね、いわゆるなんちゃっての適当ターゲットで、ターゲティングであってもですね、ほとんどの人がですね、使いこなしてるんですね。そしてこれだけでもですね、この絞り込みだけでも十分に効果があります。はい、2番ですね、ジオグラフィック、地理学的属性と呼びます。学術的にはちょっと難しい話ですけど、これはですね、1に含まれる、この2がですね、1に含まれる、あるいは重なって説明されている場合がですね、多いんですね。学術的にはですね、まあその勉強の分野ではですね、まあただこんな難しい話はどうでもよくてですね、要は住んでる地域を1と2のどちらに分類するかっていうだけの話なんですね。で、今回は2に分類してるっていうことです。で、ところでですね、そもそもこのセグメントはですね、リアルビジネスで重要なセグメントなんですね。見てもらうと分かると思うんですけど。ですから、デジタルマーケティング、ウェブ集客ではですね、使わないとも言われてます。つまり、ウェブ集客だけの場合はですね、2は無視してですね、在住地域だけをですね、1に含めて考えればいいっていうことになります。はい、サイコグラフィック、心理学的属性と呼びます。1にこの3をですね、この3の属性を加えるとですね、一気にターゲティングの精度が上がります。まあ、なんちゃってでですね、この要素を入れている人はですね、まずいません。例えば、
3にはですね、悩みや目標といったですね、要素が含まれていることがわかると思うんですけど、これはですね、つまりですね、感情要素なんですね。人はですね、感情で購入を決めて理性でそれを正当化するって言われてます。つまり感情面に訴えられるとですね、非常に高いセグメンテーションおよびターゲティングになるわけです。先ほど私が出した例ですね、もうですね、3で一応精度を上げてるんですね。先ほどの例っていうのはですね、持ち家にこだわる渋谷区にお住まいの50代男性なんですけど、この持ち家にこだわるの部分がですね、3のですね、サイコグラフィックにあたります。価値観というセグメントになるんですね。でさらに工夫すると、これに感情を加えてですね、強化することができます。例えば、親から相続に悩む渋谷区にお住まいの50代男性といった感じですね。いかがでしょう。はい、今のあなたのビジネスのターゲティングの絞り込みがですね、甘いと思われているようでしたらですね、一度今回ご紹介した方法でですね、セグメンテーションしてからですね、ターゲティングしてみればいかがでしょうか。おそらくですね、サービスの中身もですね、見直しができてですね、かなりスッキリできると思います。もちろん集客もですね、今までよりもですね、うまくいくのではないかと思います。はい、今回は以上です。今回の内容がですね、お役に立ったようでしたらですね、いいねをしていただけると非常に嬉しいので、よろしくお願いします。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として、私のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については、動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、そちらからぜひご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。